はじめまして、おはようございます。ふめいです。さあ今回もやっていきましょうか。でですね、本当は前回この次バリオカンパニーでプレイするものを出しておく予定だったのですが、当日はちょっと時間がなくてできなかったので、次の日プレイしようと思ってワリオカンパニーに入っていったところ、ワリオのセリフがあったのでそのまま止めておりました。入ってみましょう。なんて言われるんだっけ。お、不明か。いいところに来たな。ペニーのやつが作り方教室で新しいことを始めたらしいぞ。レコードがなんとかと言ってたが、俺様にはよくわからん。ああ、なるほど。これ全部終わらせると出てくるわけではなく、なるほどね。ゲームの方と同じく日をまたぐと出てくるわけですか。完全に忘れておりました。というわけで、まあとりあえずなんだっけ、さっきのあの真ん中、これゲームの作り方を全部終わらせると、この部屋にさらにもう一つ出てくるんですよ。今回はそれをやっていきたいので、ちょっと全部終わらせるまでカットしていきたいと思います。ものすごく長くなるんでね。ゲームの作り方教室をすべて終えた不明さんに耳寄りなお知らせがあります。ワリオカンパニーの地下に組み立て道場という施設がオープンしたんです。ここでは作り方教室でお教えしきれなかった組み立てのテクニックがパズル感覚で学べますよ。ぜひチャレンジしてみてくださいね。というわけでようやく終わりました。はい、終わりました。さあここからが本番で、組み立て道場がここですね。マンホール。ふう、組み立てのテクニックが知りたければここで修行しろ。ちょっと舌先に口内炎ができていて喋りづらいんですよねさて行ってみましょう。担当するのは、このマスターマンティスとヤングクリケットさんですね。さあ行ってみましょう。まあいっぱいありますが、最初から出ているこの8つを今回はプレイして終了したいと思います。技1、ぶつかったらピタ。2つの物体がぶつかった時、動きをストップさせよう。はい、まあ問題自体は結構簡単だったはずなので、サクサク進んでいくと思います。ゲームを再生すると A が B に向かって動き始める。 B にぶつかった瞬間 A の動きをストップさせるべし。一応お手本確認しておきますか。
まあこうぶつかった瞬間に止まるといった感じですね。では行ってみましょう。ちなみにヒントがここにあるんですよね。ぶつかるということはつまりごっつんこするってことさ。移動を止めたいのは A が B とぶつかった瞬間だよ。まあ、こんな感じでヒントもあるので困った時には利用してみましょう。で、左上がクリア条件の確認ですね。さて、A でいいかな。編集、ごつんこ、ぶつかった他の物体 B。 はい、これストップするは OK ですね。はい、まあ、こんな感じでねサクサクと進めていきたいと思います。物体があるものとぶつかったことで何かを起こしたい場合はきっかけにごつんこを設定しましょう。ごつんこではぶつかった瞬間をきっかけにもできますし、重なっている間をきっかけにすることもできます。重なっている間を選んだ場合は重なっている時がずっときっかけになります。またごつんこはある物体とごつんこしているかどうかのほか、画面のどのエリアとごつんこしているかも判別してくれます。当時プレイしていた時は、まあ、サクサクというほどではなかったかもしれませんが、最後までヒントなしでクリアできたと思いますので、記憶が正しければね、結構簡単にクリアできて AI の仕組みも学べるみたいな感じなんですよね。下でストーン、下、あ、矢印かな、矢印でストーン、矢印の出現とともに物体を落下させる。ゲームが始まるとある瞬間四角の中に矢印が表示されると、矢印が現れるのと同時に四角を落下させるのだ。はい、こういうことですね。了解です。では始めていきましょう。物体、ん、違うな、これ編集、あ、その前にヒント見ますか。矢印が現れたということは物体の何が変わったんだ。矢印が書かれ矢印が書かれているのはどのアニメだろう。というわけでアニメですね。アニメが、指定したアニメ、はい、の時下へまっすぐ、はい、これで OK ですね。特定のアニメの時だけに何かを起こしたい場合はきっかけにアニメを設定しましょう。アニメといっても、スクリエイターに判別できるのは、その物体が今、アニメ A から D のどのアニメなのかということまでです。何コマ目かはまでは見ることができません。その他、アニメの再生が終わったかどうかをきっかけにすることもできます。特定のアニメの再生が終わったことをきっかけにしたい場合は、まずアニメの種類を指定し、続けてそのアニメの再生が終わったというきっかけをアンドでつなげましょう。つなぎましょう。では次。あ、少々お待ちください。すみません、お待たせいたしました。では次行きましょう。ピッピッピッポーン。時報の音とともに星を出現させよう。ゲームを再生すると音が聞こえるぞ。ピッピッピッポーンのリズムに合わせてタイミングよく星を出現させろ。こういうことですね。
では始めていきましょう。背景に書いてあるメモリ、どこかで見たことない？まあこれが完全にヒントになってるんですよね。ポーンの音が聞こえるのはいつも同じ時間だよというわけで、あの下のメモリを参考に時間を設定していきましょう。こんな感じですね。はい、はい、次、時間は物体やスイッチの状態に全く関係なく、ただゲームが始まってからの時間だけを測り、それをきっかけにしてくれるものです。時間をきっかけにする場合、方法は2つあります。1つはタイミングをここと決めてしまうやり方、もう1つはここからここの間というように範囲を決めるやり方です。範囲を指定した場合、実際にその中のどのタイミングがきっかけになるかはランダム、つまり遊ぶたびに毎回変わるのでやってみるまで分かりません。時間を指定するときに出てくる1の1から8の4のメモリはちょうどゲームの音楽を作るところの区切り方と同じになっています。このことを利用すれば音に合わせたゲームを作ることもできるでしょう。では次、どこをタッチしてもステージにタッチで丸を出現させる。何も表示されていないステージ、そのどこかをタッチすることで丸が出現する、そんな AI を組むことができるか。こうタッチすると丸が出るといった感じですね。では行ってみますか。まあ、その前にヒントでしたね。タッチがきっかけなのは間違いなさそうだね。どこをタッチしてもいいってとこがポイントだね。タッチ、ステージのどこか、これは簡単ですね。そのまんまですね。で完了。タッチは物体がタッチされたかどうかの他にも、ステージのどこかがタッチされたかをきっかけとして見ることができます。このどこかとは自分で決められるどこかではなく、ステージ上であればどこをタッチしても良いという意味になりますので注意してください。 OK です。これで半分いきましたね。次、勝利の紙吹雪、ゲームが成功したら紙吹雪を降らせろ。ここら辺は最初わからないかもしれませんね。このゲームはプレイヤーが何もしなくても勝手に成功することが決まっている。あとは紙吹雪を降らせるのみ。こんな感じですね。では行ってみましょう。この場合スイッチをきっかけにすることはできなさそうだね。成功したことだけを見てくれるきっかけはないかな。これはどこに成功条件でいいのかな。違うな、ここら辺、こっちかな、あった。成功失敗ですね。成功が決まった演出紙吹雪を実行、これですね。演出というものがあるんですよ。それでまあその中の紙吹雪を選ぶと、まあ勝手に紙吹雪を降らせてくれるんですね。ここら辺は自分で作る必要はないです。物体やスイッチの状態に関係なく、ただゲームの成功失敗の状態を見てくれるのが成功失敗というきっかけです。成功が決まった時と成功しているいないでは意味が大きく違ってくることに注意してください。失敗も同様、決まった時はまさに成功、失敗したその瞬間のことを表しますが、しているいないを選んだ場合はその間がずっときっかけになります。
ゲームが成功もしくは失敗したら、もうタッチをしても反応しないようにしたいといった場合に、この成功失敗をきっかけに使うととても便利でしょう。はい、次。物体がドーン。着地と同時に地震を起こせ。これも演出ですね。1トンもある巨大な塊が空から降ってくるぞ。地面についたのと同時に大地震を起こすのだ。ドーン。では行ってみましょう。画面全体を揺らすには移動でもアニメでもなく、映画や ドラマを盛り上げることを演出するっていうよね。はい、じゃあ行ってみましょう。ぶつかった瞬間にこれですね、演出の地震。はい、 OK 完了。演出では4種類のアクションを起こすことができます。フラッシュ、地震、紙吹雪、そしてカチンコチンです。このアクションが実行されるとどうなるかは実際に自分の目で確かめてみるのが早いでしょう。ただしカチンコチンだけは実行された瞬間に全ての物体の動きが止まり、 AI が全く効かなくなるという特殊な処理が入っているので注意してください。カチンコチンを使っちゃった場合、その瞬間終わっちゃうんですよね、ゲームが。入れ替えマジック。2つの物体の場所を一瞬で入れ替えよう。2つの物体の真ん中にある矢印をタッチすると場所が入れ替わる。こんなマジックみたいな AI を組めるか。真ん中をタッチ、こうかな。あ、1回だけか。では行ってみますか。2つの場所を動かすんだから移動に関係がありそうだね。一瞬で2つの場所をチェンジさせるんだ。はい、自分がタッチされたで自分のスイッチをオンにする。なるほど。ということはいじるのはこっちかな。ありましたね、ここですね。移動、瞬間、はい、自分と他の物体の近くかな、この場合。で、B、はい、で、はい、で、こっちも同じように、あ、違うな、ぶつかった時か。ん？ちょっと待って、ちょっと確認させて。違うな、瞬間移動、瞬間場所、あ、場所チェンジか、これか。はい、今度こそ OK ですね。はい、はい、 OK です。移動というアクションの中にはさまざまなバリエーションがあります。この問題で扱ったのは場所チェンジでした。これは物体同士の場所をただ入れ替えるというもので割とシンプルです。その他の移動アクションの中には少し使い方の難しいものもあります。それはまた後で説明することにしましょう。私の動画では多分そこまでいかないですね。で、最後8ですね。全部じゃなきゃダメ。全ての物体にタッチで成功させよう。3つある四角をすべてタッチしなければこのゲームをクリアすることはできないのだ。いいか、3つともすべてだぞ。これに関してはさっきのというか前回のか、前回、あ、そうか、前回やってないのか。先ほど作り方教室の続きをやったわけですが、その中でこれに関しては教えてもらっているんですよね。とりあえずやってみますか。OK。 なのでこれはもう答えが分かっている状態ですかね。では始めます。
どうしようかな。これか。はい。ちょっとね、失敗パターンを、失敗のアニメーションを見てみようかなと思いました。こんな感じになるんですね。はい。では行きます。ヒント。まずは当然条件を3つ書かなくちゃいけないよね。条件をまとめて書くのか分けて書くのか考えよう。まあもちろん分けて、あ違う、まとめて書きます。こっちの AI はもう設定されておりますね。はい、成功条件いきます。これ条件が6つほどありますが、どれか1つを満たせばクリアとなります。なので1箇所にスイッチオン、スイッチオン、スイッチオンを入れてしまいましょう。で、他に設定した場合、これ以外に例えばこっちに設定した条件を満たした場合でもクリアになるみたいな感じで、クリア条件を分けることができるんですよね。 いろいろな攻略法を作れるみたいな。自分でゲームを作る際にはそういうのも楽しんでみてはいかがでしょうか。成功条件の作り方はとてもシンプルです。成功条件に設定できるのはある物体のスイッチがオンかオフか、それだけなので気にすることは割と少ないのです。ただし2つ以上のスイッチを気にしなければならないときは少し難しくなってきます。成功条件は1から6まで設定することができ、さらにこの1から6の中にも6つまでスイッチの状態を設定できます。複数のスイッチの状態を1つの成功条件中に並べて設定するのか、別の成功条件に分けて設定するのかでその結果は全く違ってきます。1つの条件の中に並べた場合、全てのスイッチの状態を満たしていなければならないという意味になり、別の条件に分けた場合はどれか1つの条件を満たしていれば良いという意味になります。この違いはとても重要ですので、よく理解しておく必要があるでしょう。まあ、どれかの条件を満たしていればクリアの場合、どれか1つでもタッチした場合クリアになってしまうって感じですね。というわけで全部終わりました。なかなかやるな、新しい技を追加だと言っておりますが、やりません。はい、戻る。というわけで、あ、間違えた。今作はこれにて終了ということで、クレジット見ましょうか。あ、クレジット見れないんだっけ、まだ。なるほど、道場終わらないと見れないのか。では、どうしよっかな。ちょっと予定にはなかったけれども、次回おまけパート追加しましょう。まあ、せっかくね、自分でゲームを作れるという作品なので、過去に私が作ったゲームを、どうしよう、そのまま載せるのもあれかな。ちょっと手直しして、ちょっと作り直して、まあ、良さげなものを選択して、選別してかな、選別して、それをさらに手直しした状態で次回、お披露目ということでね。本当は出すつもりなかったんですけどね。私が過去にどのようなゲームを作っていたかをお見せいたしましょう。で、その際に、そのついでにかな、そのスタッフクレジットも流して今作は終了という形にしましょう。まあ、実際その手直しにどれくらいかかるのかわからないですけども、気長にお待ちいただければなと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。本当にないよね、クレジット。この右下あたりに出てきたはずなんですよね。クレジットは道場全部クリアですね。はい、
では、バイバイ。